バブル時代。バブル時代では、1985年から1991年までの日本で起こったバブル景気の時代について記述する。潤沢な資金を背景に大都市の再開発の動きが活発になった。1980年代後半、東京原宿の原宿セントラルアパートのビルは大規模な地上げの舞台となった。都心の有料地区にはが 細分化された上に、借地借屋が多数混在し、権利関係が複雑に絡んでいるケースがあった。日本においては、借地借屋法によって、借主の権利が保護されていたため、土地をまとめて大規模開発をするプロジェクトは、必然的に推進が困難となった。そのため、大都市周辺の土地取得のため、大手不動産会社を代表したり、依頼を受けた地上げや、 主に暴力団員の強引な手口による地上げが行われるようになり、社会問題となった。東京都内では、暴力団を含んだ地上げ屋による土地所有者への嫌がらせが多行、放火なども相次いだ。しかし、計画を完遂できないままに、プロジェクトが中止されるケースも、多数生じ、バブル崩壊後には、大無食い状態の利用しにくい空き地が残されることとなった。 これらの空き地はバブルの爪痕などとも呼ばれる。バブル経済化では金融資産運用で大幅な利益を上げる例が強調され、企業においても本業で細々と着実に利益を上げたり、保有株式の配当金等よる利益、インカムゲインを上げるのでなく、所有する土地や金融資産を運用して大きな収益、キャピタルゲインを上げる、在宅、 転がしに不審する例もあった。潤沢な資金による買いあさりの対象は NTT 株の公開に伴う一般投資家による投資やフェラーリやロールスロイス、ベントレーなどの高級輸入車サザビーズなどが開催したオークションによ、ゴッホやルノワールなどの絵画や骨董品にまで及ぶなど企業や富裕層のみならず一般人まで巻き込んだ一大消費ブームが起きた。 これらの背景には、中小企業主に対する融資が緩くなったことや、企業に勤めて、新居購入のために貯金をしていた世帯が、土地価格の急激な上昇のため新居取得を諦め、新車購入や旅行、消費に走ったことが原因として挙げられる。1989年に、内需拡大の掛け声とともに、所得税の国税地方税を合計した、 最高税率が88%から75%に引き下げられ、富裕層を中心に手取り収入が最大2倍近く増えたことが、資金供給に追い打ちをかけた形になっている。民間企業が好景気を受けた、工業席を糧に、さらに営業規模を拡大したり、経営多角化を行うために、新卒者向けの募集人数を拡大し、 学生の獲得競争が激しくなった。多く企業が学生の目を引きつけることを目的にテレビで企業広告を行い立派な企業パンフレットを作成、配布して学生の確保に走ったほか、青互いの一環として都市部の大学生が主催するイベント系サークルやそれらが企画するイベントへの協賛を行った。学生の確保に成功した企業が 内定者を他者に取られないようにするため、研修等と称して、国内旅行や海外旅行に連れ出した者と連絡ができないような、隔離状態に置く、いわゆる隔離旅行を行ったほか、内定を辞退した学生に、人事担当者が暴行したというような都市伝説まで、囁かれるようになった都市伝説一覧を参照。これらの背景には急激な経済膨張、業務拡大のため、 夜中2時過ぎまでの残業や月に1から2日程度しか休みが取れないといった事態がザラになるなどの深刻な人手不足があり、早急に人員を確保することが急務だった。体育会系の学生は我慢強く体力があり、上下関係による人脈で後輩学生を入社させやすいというので、企業からは人気があった。特に証券等は、 現場が人手不足だったので、OB を通じて学生に食事を振る舞うなどしてまで入社させた。ただし注意を要するのは、この時代には全ての大学生が誰しも一流企業への就職が楽であったわけではなく、就職人気上位30社程度の一流企業に限定すると、指定校制度の存在と短期大学を含む大学進学率が 同世代の3割程度であったことに留意する必要がある。すなわち主に恩恵を得たのは東京圏の国立上位私立大学及び京阪神圏の国立大学である。したがって一流企業はまんべんなくあらゆる大学からの採用を増加させたのではなくバブル景気以前より長年にわたって存在していた指定校に在学する学生の採用を大幅に 増加させたことがこの時の売り手市場の傾向である。その意味で、インターネット等でのエントリー制度が主流となった、現在の方が、従来の指定校漏れ大学からの一流企業就職にも少ないながら可能性が出て、きたともいる。最も当時の指定校制度に漏れていた、首都圏の一般的な私立大学、及び地方の大学に所属する学生も、 業界2から4番手の大企業に就職できたことから、当時の方が総じて就職活動は容易であった。有効求人倍率は1991年に1.40倍を記録。リクルートの調査では、同年の大卒最高値は2.86倍になった。この時代に大量に採用された社員を指して、バブル就職世代とも言われる。社内では同世代の人数が多く、 社内での競争が激しくなり、一方で就職直後にバブル崩壊を受けて業務が削減され、それぞれの社員が切磋琢磨する機会も減った。また、囲碁の採用が長年にわたって細ったことから、後輩、部下がおらず、長く現場の最前線に立たされ昇進もままならない者も,も多かった。民間企業の業績、給与がうなぎ上りだったことに比べ、 景気の動向に左右されにくい公務員はバブル景気の恩恵をさほどには受けなかった。このため、公務員の給料は安い、良くて平均的といった風評が大学生の間で蔓延して、公務員は馬鹿がなるものと見下されがちだった。とりわけ地方公共団体には優秀な新卒が集まりにくく、各団体は公務員の堅実性の PR を積極的に言った。 農林水産業や製造業などの分野と比較して、銀行や証券といった金融分野が大幅に収益を伸ばし、これらの業界はさらに高度な金融商品の開発に当てる人材の確保を意として理系の学生の獲得に動いた。また、バブル景気の浮かれた雰囲気の中で、電通やサントリー、金帽や富士テレビなどの広告執行量の多い、もしくはマスコミや、 広告代理店、外資系企業などの華やかなイメージの企業の人気も高まり、文系学生のみならず理系の学生もがこれらの企業に殺到した。工業席で注目を浴び高い給料を提示する、金融業や華やかな業界への就職希望が増えたのに対し、製造業では学生の確保に苦労することになった。理系の学生が産業界以外の分野、 ことに金融業やサービス業へ就職することを指して文系就職とも言われた。これに対応するため多くの製造業が初任給を引き上げる動きに出たが、場合によってはすでに在籍している社員よりも高い応給が提示されることもあり、不公平であるとの批判も起こった。バブル期は企業が文化、技術、スポーツ振興に資金提供するなど、目セな活動が多かった。 バブル崩壊後は企業の経営が苦しくなり縮小していった。放送局では大量のスポンサーがついたことで莫大な収入が得られるようになり番組にはジャンルを問わず多額の制作費が惜しみなく投入された。この時期はファッションモデル出身の若手俳優や女優を主役に据え生活感が皆無な毎日の暮らしを描いたトレンディドラマが若い女性にブームとなっていて特に フジテレビが級ドラマがその牽引役となっていた。経済学者の田中秀臣は経済状況が好転すると物質的消費が特徴のトレンディドラマが流行すると指摘している。また、アメリカに多いジャンル別 FM ラジオ局に習ったスタイルを真似る英語アナウンスの多様とおしゃれな音楽だけを流す FM 放送局が登場したのもこの当時 J-Wave など ジャパンフムリーグ参加局や平成新局の各社のことであるが、これらの FM 局の多くは、その後、方針を修正することとなる。テレビコマーシャルも従来の商品宣伝型 CM は、下火になり、それに代わって、企業イメージを向上させることを目的とした、CM、JR 東海のシンデレラエクスプレス等が多く、制作された。 バブル景気直前の1984年には金持ちと貧乏人の生活や価値観を対比させた渡辺和弘の著書金婚巻き現代人気職業31の金持ち貧乏人の表層と力と構造で使用された金美、丸美、丸美が第一回流行語大賞となりバブル景気時にもそのまま使用される金婚巻きはバブル期にベストセラーとなったまたこの年 前年に構造と力、記号論を超えてがベストセラーになっていた浅田明が第二著闘争論スキゾキッズの冒険で人間のタイプをスキゾパラノに分類し同心語部門同賞を受賞した。この頃は空前の後継期で国内外昼夜を分かたず猛烈に働くことが時代の趨勢となり24時間戦えますかの CM コピー。 栄養ドリンクの CM 曲、勇気の印参照が流行した。新たな価値観、感性を持った若者は、新人類と称された。ただし、今時の新人類はなどと若者をなじるときに、使われ、決して肯定的な意味で使われていたわけではない。ファッションでは、DC ブランドがもてはやされ、その販売員は、マヌカン、ハウスマヌカンと呼ばれた。 ワンレンボディコンの女性の一部が求める結婚相手は、参考だと、メディア恥、若手エリート、ヤンエグ、ヤングエグゼクティブ。青年実業家や起業家の服装は、ジョルジオ・アルマーニに代表される、ソフトスーツであった。若いうちに小さいながらもマンションを取得し、それを下取りに出して、順次条件の良いマンションに買い替えれば、最終的には望む子建ての住宅を手に入れられるとされ。 住宅すごろくと言われた。また一部の男性は、女性の気を引くべくプレゼントを送ったり、高級レストランで接待したり、彼女たちを乗せる乗用車にお金を注ぎ込んだり、しているとメディアでは伝えられ、このような一部男性は、アッシー君、メッシー君、ミツグ君、キープ君などと下げすんで呼ばれた。そして彼らに対する正式な、彼氏は、本命君とメディアは呼んだ。 しかしアッシーや参考などはメディアや社会学者、評論家らが面白おかしく言っていたに過ぎず、実際にどれだけの男性がアッシーをしていたのか、どれだけの女性がアッシー扱いしていたのか検証されていない。一方で一部の羞恥心を欠いた中年女性をオバタリアン、品がなくて帰宅したら母親に風呂、飯、寝るしか言わないような若い女性を、 親父ギャルと呼んだりもした。セゾン文化、口述の発信地だった渋谷公園通りや港区芝浦などのウォーターフロント地区がトレンディでナウい場所とされ、松井まさみや山本小鉄などの空間、プロデューがデザインした飲食店はカフェバーと呼ばれた。また物や人間の価値をも明暗を基準に判断する風潮が生まれた。 その当時、ネクラな性格は忌み嫌われ、いじめや仲間外れの格好のターゲットにされたため、多くの人は暗いと思われることを恐怖し、努めて寝赤に振る舞おうとした。笑っていいともが一大ブームになり、いいともが流行語になったり、第一次漫才ブームでツービートなどのブラック漫才が流行るなど、新たなコメディのジャンルが確立したものの、 真面目も崩壊し、その当時の人々の間では、愛や正義などの最もらしいことを語ると、くらい、ダサいと馬鹿にされ、恋愛や友人関係、青春期の悩みなどを友人に相談しようとしても、相手にされず、せせら笑われたことも多かったという。一方で、そんなネやか、軽薄短小と言われた時代に、違和感や息苦しさを感じていた人も多く、彼らは、 天才ロッカーと後に呼ばれる、尾崎豊を聞いたりしていた。尾崎は1980年代という時代が生み出した、必然ともされる。1989年には、東京、埼玉連続幼女誘拐殺人事件が起き、その容疑者、当時が、ネアカと呼ばれる、前述のような当時若年層に求められた、青年像とは、対局に位置する外見であったことや、 アニメマニアだったことから、似たタイプの若者は、オタク族と言われ出した。この頃の、オタクは、2014年時点と違ってネガティブな意味でのみ、持ち入れ、精神科医の小田進はメディアで、オタッキーの犯罪を連呼していた。このことが、当時マスメディアの間で多く取り上げられたことや、当時の日本では、アニメに関する土壌や理解が発展途上であったため、幼児、児童層より、 上の年齢の人間がアニメが好きということを公言すれば、それだけで犯罪者予備軍のような目で見られる風潮もまだまだ多かった。バブル時代には、クリスマスは大学生が高級ホテルのスイートルームで、パーティー、赤坂、六本木では万札を振りかざさないとタクシーが拾えないといった事象が起きた。格安航空券の流通拡大に合わせて、 日本人の海外旅行者が増加したのもこの時期からである。1986年には550万人程度だった日本の海外旅行者がわずか4年後の1990年には1000万人を突破した。家庭用ゲーム企業界においても一大ブームを起こしたファミコンの任天堂次世代を担う次世代機の競争が各社で始まっていたが中でも NEC ホームエレクトロニクスが開発した PC エンジンの周辺機器で当時最新鋭だった CD ロムニシステムやセガ、あとのセガゲームスが開発したメガドライブの周辺機器であるメガ CD が組み込ませた製品が4から5万円で発売されるなどゲームにおいても高級志向が浸透しつつあった1990年に SNK からリリースされたネオゲオのように 高級ゲームの市場を開拓すべく発売されたゲーム機もある。スーパーファミコン、ニンテンドーのソフトの価格が一部を除き8000円から1万円台であったことも当時の好景気を象徴している。1987年からポケ、ポベルでの数字送信が可能になり、通信自由化による新規参入事業者との競争で低料金化、事業者参入要件の緩和や、 技術革新による高速化などが追い風となり、ごく一部の若者の間でポケベルが普及し始めた。日本でのポケベル事業自体は1968年に開始されていたが、音響通知だけで業務用途が多く、一般レベルでは普及していなかった。ポケベルが個人の生活に入り込むことで、業務用途の自動車電話、携帯電話、 1989年に普及し始めたノート PC などを除いては固定電話と公衆電話が主たる通信手段の時代から個人で通信手段を持ち歩くのが当たり前の時代へと移り変わる流れを作った。1990年代に入ると高校生マイナス20代前半の一部の若者の間で数字の語呂合わせでメッセージを送り合う言葉遊びが流行り、 恋人同士でも連絡し合うようになったが、ポケベルがブームになるのはバブル崩壊後となる。バレンタインデーにチョコを送る観光はオイルショックによる景気低迷の時代に百貨店業界がより積極的に仕掛けたように、クリスマスイブにカップルで夜景の見える高級レストランで食、デートし、高級ホテルに宿泊するというスタイルは円高不況期にホテル、外食産業や マスメディアなどによって仕掛けられた。赤坂プリンスホテルやシェラトングランデ東京米ホテル、東京米ヒルトンなどの高級シティホテルに宿泊することが流行し、3ヶ月前の予約受付開始直後に12月24日の予約が1になる状況が続いた。また前日の通り、スキー場の開発が相次いでなされたことと、1987年に映画、 私をスキーに連れてってが大ヒットしたこともあって、スキーブームが起こり、苗場プリムスホテルなどが人気となり、リフト待ちに数時間かかるような事態も起きるほどであった。さらに、東京都心から近い千葉県船橋市に開業した屋内スキー場、ザウスのオープンはバブル崩壊後の1993年であるが、スキー人口のピークの年でもあった。楽器メーカーでは、 ヤマハがスキーブームに便乗してスキーバスの中に持ち込んで手軽に作曲が楽しめるものをコンセプトに設計された音源内蔵シーケンサーキー10を開発している。また、テレビ番組三宅裕二の生かすバンド天国 TBS が人気を獲得し発生したバンドブームの流れに乗りギターやシンセサイザーをバンド系ミュージシャンとのタイアップや CM 放送を通じて 盛んに売り出した。鉄道についても、従来では考えられなかった、超豪華列車、北都星、トワイライトエクスプレス等、またオリエント急行の来日も、この時期や、リゾートに特化した、車両、スーパービューリコ等、大手私鉄では新鋭の特急系車両、例として、小田急ロマンスカーヒセトスや名鉄、パノラマスーパー、近鉄、アーバンライナー、京阪パス線系など、 が登場し、これらの列車は、バブル崩壊後も根強い人気を保っている。消費の加熱は、六本木や銀座、新宿、渋谷などの歓楽街にも影響し、大金を手にした、いわゆる、バブル紳士から、学生ビジネスのみならず、アルバイトで遊ぶための金を手にした学生までが大金、つぎ込んだ。1980年代後半にかけて、六本木では雑居ビル。 スクエアビルのほとんどがディスコになったほか、六本木駅界隈には50店舗以上もディスコが乱立し、その多くが盛況になるなど、第二次ディスコブームが起こった。ディスコ以外にもカフェバーやカラオケパブが流行するなどし、この頃のバブル景気の象徴として、ジュリアナ東京やマハラジャが取り上げられること多い。また、都心や観楽街の地下高等に伴い、 地下、家賃が比較的安価だった再開発前のお台場等の湾岸線に存在した倉庫や工場跡を改装、リメイクしてディスコやライブハウスとしてオープンさせるウータンフロントビュームが発生。まざ、有明などがその先駆けとなった。学生ビジネスなどが発達し、裕福な大学生を中心に組織されたイベント系サークルが これらのディスコを数十店舗単位で同時に貸し切り、水野や日産自動車、スバルやサントリーなどの大企業のスポンサーをつけた上で、全国規模で数千人を動員するパーティーも行われた。世間がバブルに沸く中、1987年の中島、サトルの F1 レギュラー参戦と、ホンダエンジンの活躍、富士テレビによる会一前線中継開始を機に、 モータースポーツブームが巻き起こった。海一を中心とした空前のモータースポーツブームに、宣伝効果を狙った様々な企業が群がった。フットワーク、アローズを買収や、レートンハウス、マーチを買収、エスポ、ラルースを買収、ミドルブリッジ、ブラバムを買収など多くの日本企業が F1 チームの買収を行い、参戦。また、山陽電機や東芝、 成功エプソン、三越、セガなどの多くの日本企業がチームのスポンサーに名乗りを上げた。さらにヤマハ、ザクスピードに1989年から供給や、スバル、コローニ1 9 9 1年に供給がエンジンサプライヤーとして参戦したほか、1988年からは中島に続き、鈴木アグリが日本企業のスポンサーを受けて1995年まで、 レギュラー参戦した。会一のみならず、ルマン24時間レースやパリダカルラリーをはじめとする、世界各国のレースに参加する日本の自動車会社や日本人、レーシングドライバーに対し、大企業から中小企業まで様々な日本企業がスポンサーを行った。また、当時日本国内のモータースポーツのトップカテゴリーだった全日本会参戦選手権や全日本。 スポーツプロトタイプカー耐久選手権、全日本ツーリングカー選手権等には、サントリーや、日本タバコ、ミノルタ、ワコールなどの大手企業から、ジェリーナ、三和都市開発、VIP バケーションなど、不動産取引で大金を手にした、不動産業者をはじめとする中企業、さらに竹藤、プロミス、アコムなどの消費者金融業者まで、多くの企業が、スポンサーに名乗りを上げ、 豊富な資金を得たことを背景に、1990年の全日本海参前選手権には40代近くがエントリーするなど空前の参戦台数を記録した。さらに、不動産投機を目的としたリゾート開発の加熱と合わせて国内におけるサーキットの建設計画が多数立ち上がり、実際に計画され完成に至っただけでもオートポリス TI サーキット間、 トカチインターナショナルスピードウェイなどがあるが、上記の3つともに、バブル崩壊後に運営法人が破産した。バブル経済の時代、ベンツや日産のシーマなど高級消費ブームに沸いた。1988年1月に、日産自動車が発売した500万円以上の高級車、日産、シーマが大ヒットを記録、日本銀行の支店長会議では、 日本の豊かさを表しているとしてこの事例をシーマ現象と名付けた。シーマやトゥータソアラ、トゥータクラウンなどのハイソカーと呼ばれたサンナンバーの国産高級車への人気集中が起きた。特に1989年に税制改正され、サンナンバー車に以前のような重い課税がされなくなってからは、各メーカーがこぞって対象車種を出したことから、 これらの3ナンバー車の販売台数が飛躍的に増加した。また、1989年にアメリカで先行販売されたトヨタセルシオや日産インフィニティ Q45 などを日本での販売開始前にアメリカから逆輸入し高値で販売する業者や1 9九十年に発売され納車まで一年以上待つこととなった本台 n SX を即納可能として 高値で転売する業者も現れた。それまでは一部の富裕層のステータスシンボルとされていた外国車もその販売台数の急増から東京都や神奈川県などの都心部ではメルセデスベンツ 190E が故、小ベンツ、赤坂のサニー、BMW3 シリーズが六本木カローラなどと親しみを持って呼ばれるほどに普及した。 大都市の道路でメルセデス・ベンツ・ S ス・クラスやポルシェ911、ジャガー XJ などの高級会社が走っているのが日常の光景の一部となり、フェラーリやランボルギーニ、マセラティやデームラー、さらにはロールス・ロイスなどのこれまで輸入台数の極端に少なかった高級車が走っていることでさえ、大都市近郊においては特に珍しい存在ではなくなったのは小頃以降のことである。 またこの当時、柳瀬、メルセデスベンツや、BMW ジャパン、BMW などの正規輸入販売代理店経由で、これらの車を購入する場合、車種によっては注文してから納車されるまで1年以上、かかる薄があったため、輸入車専門店が、ドイツやアメリカ、ドバイなどから、新車、時には、中古車を、並行輸入し、即納車可能として、 正規輸入販売代理店の販売価格に上乗せしたプレミアム価格で売りし、その広告を全国紙に掲載しているケースもあった。この頃フェラーリは1988年に創設者のエンツオフェラーリが死去したことや、同時期にヨーロッパの自動車バイヤーによって中古販売価格を釣り上げるために買い収目が行われたこともあり、新車のみならず中古車価格も 世界的に高騰していた。さらにこのような世界的な供給不足を受けて、人気車種のテスタロッサを、当時の正規輸入販売代理店のコーンズカンパニーリミテッドで新車を注文してから、納車されるまでにから三連値という状況であった。そのせいもあり、限定で生産された、回四十は、コーンズカンパニーリミテッドでの新車価格が四六百五十万円の ところを、並行輸入された、新車、即時の大社可能が、輸入車専門店で2億5、0円で、テスタロスサが、新車価格が2、300万円のところを5、0円近くで、348が、同じく新車価格が1、650万円のところを、4、500万円近くで販売されていたという記録が、残っている。バブル景気絶頂期の年には、 ロールスロイスの全生産台数の約3分の1強が日本で販売された。その後、バブル景気が崩壊し、これらのロールスロイスが持ち主の手から離れたために、日本におけるロールスロイスやベントレーの中古車市場が大暴落し、その結果、これらの多くが1990年代中盤に海外の自動車バイヤーに買い取られていった。 1986年に発表され、1987年に日本国内でも発売された限定車のポルシェ959が当時の正規輸入販売代理店の三輪自動車からは数台しか輸入されない、総生産台数は当初200台とされていたという、その希少性から並行輸入車が高値で取引され1億円近い価格をつけるものも存在した。なお、 ランボルギーニカウンタックもその例である。バブル期は、堤見聖が率いるセゾングループが、セゾン文化と呼ばれる消費文化を牽引した。当時、大人は西部で、若者はパルコで買い物をするのが一種のステータスになっていた。グループ内の西部百貨店やパルコの他には、セゾン美術館、銀座セゾン劇場、パルコ劇場、ロフト、無印良品、アールビバンなどがあり。 単に物を売るだけではなく、文化やイメージを売るというスタイルは、イメージ戦略と呼ばれ、当時は、斬新とされた。渋谷公園通りがオシャレで、この通りに近い西武やパルコは、当時の修学旅行生の観光地にもなっていた。渋谷西部、後の西部渋谷店シード館には、伝説のショップ、カプセルを設置し、デビュー間もない川久保霊、コムデギャルソン、山本関西、一世三宅、 竹を菊ちら、新進のデザイナーズブランドを展示した。糸石毛里の自分、新発見。不思議大好き。美味しい生活。などのキャッチコピーや、ハドソン川を内田祐也がスーツ姿で泳ぐバージョンなど、パルコの斬新な CM はしばしば話題になった。ただし、 カプセルがオープンしたのは1970年、糸井石毛里のキャッチコピーは1981から1983年、内田祐也の CM は1985年で、いずれもバブル景気以前のことである。石岡栄子、長沢武雄などを起用した、インパクトのあるイメージと挑発的なコピーの、ポスター CM の多くも1970年代、1980年代、前半のものである。 美術館、劇場、出版事業等も1970年代から手掛けており、筒見聖は、セゾングループの文化戦略のピークは1975年から1982年頃だと語っている。バブル期のセゾン文化はラディカルなものではなくなっていた。2014年現在、六本木ヒルズメトロハットがある場所には、CD レコード専門店、ウェーブがあり、 コンテンポラリー、アートと音楽の店で、青山ブックセンターと並び称された、アール・ビブーンと共に、若者や文化人に定評だった。また過剰なまでに消費が旺盛だったバブル期にあって、過剰な意味や装飾性を削ぎ落とした、無印良品は、かえって新鮮だった。元は、同じグループだった、西武鉄道グループのプリンスホテルや、スキーリゾート、そして、豊島園の CM も、 脚光を浴びた。一方、セゾンのライバルだった東急グループでは、東急ファンズが脚光を浴びた。もう参照、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。